出ないって、リオに。え、出ないってさ、ね、声かけてよ。こんにちは。あの、大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。海上がります？この上は、乾いたイワシを、はい、選別とかするのか？あ、サイズに分けてってこと？そうそうそう。あ、すごいですね、やっぱりもういりこの匂いが。ここで、はい、せーのから移して、はい、あそこで選別？あ、これ、これ何日くらい乾燥させてるもんなんですか？これは大体20時間か。20時間、1日でできる。食べてみたら？え、食べていいんですか？うん、これこんな大きいんすね。もう10センチくらいある。うん、10センチぐらい。じゃあ頭から、頭から行くん。え、どっちどっちどっちいや、頭はまあ食べれるけど。よかった、聞いといて。そうそう、こうした方がいい。あ、こうした方がいい、うん、でもうまい、出来立て。うまっ、うまいっすね。あ、もっと硬いのかと思ったら意外に、うん、そこまで硬くなくて。味出てくるわ、すごい。いぶきのこのいりこって普通のいりことちょっと違うんですか、イワシとは。特徴的なものってあるんですか、やっぱり。特徴、うん、ものはええと思うんだけどね。あ、え、じゃあイワシ自体がいい。そうね、真水使わんと全部海水で、うん、漁で取って帰ってきたらまだ跳ね寄る時もあるし。あ、新鮮で。氷水なんかこう入れるけど箸状態みたいになった時はまたちょっと上に戻ってきたら暴れだして。ああ、じゃあもう着いた時にまだ生きてる感じで。そうそうそう、それはもうすぐ加工しちゃうから。そうそうそう。これ大きさ的には何ていうサイズなんですか、今から言うと。これは大葉。大葉食べるなら大葉が一番うまいんじゃんかな、ちりめんか大葉が。あ、食べるなら？マヨネーズとかつけてもうまい。そういうことですね。お酒もうまいですね、じゃあね。そうそうそう。あー、でもすごい、一気にやっぱ降りちゃうんだな。ここにあるわけだ。デビアって書いてある。はあ、これ湯引きサインね。1ヶ月間生活をしていた共同産室があった。あ、昔ここにね、建物があったんだよね。
よいしょ。なかなかきついよこれ。よいしょ。なかなかこれ大変だよこれ。ああ、うわ水ばっか飲んじゃう。持って帰れ言うて、うん、もうすいません。持って帰れ、ここで最初やるの好きや。なかなかうまいよ。生で食べるのが美味しいわ。あ、こんなにまんまで食べるの一番や、うんうんうん、お店もつけるしな。そりゃうちらお味噌汁に入れて炊いてな、炊いて出汁取ってここで何もかも炊くんや。汁炊いたりおかず炊いたりな。でもこのお店いっぱいなんか売ってるんですけど、ふりかけもある。ふりかけもあるの。まだ何でも知ってるね、やっぱ。動画もあるかな。ここ、ちょっと手伝いけど。うん、やっぱもうね、いつもみんないるからさ、ここにさ。ねえ、お母さんね。どこに何があるか全部わかってるよね。ああ、ここに手伝いけど。あ、持ってきてくれた。あ、これがしらすふりかけになってる。はいはいはい、大将が作る。はあ。一つ持って帰る、おばさん、張り込んであげるわ。さっきこれもらったのに、渡さらにこれはちょっと怒られちゃうから、これ、これ買って帰る、買って帰る。208円で。持ちましょうか。はい、どうぞ。ほっと。これ、植えちゃっていいですか。そう、お手植え。お手植え。お手植えです。なんか僕がお手植えなんで、いいですか。そうです。じゃあこの大きい株。すごいな、これ。重い。重いでしょ。重い、ね、じゃあ、土を、はい、ちょっと取った方がいいな。いきますよ。はい、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 こんな感じで大丈夫ですか。うん、大丈夫です。10月に瀬戸芸の今まで開会だったけんな、はいはい、それに合わせて、まあ、歓迎の意味で蝶を呼ぼうと。歓迎の意味で。そう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 。この匂いと取っちょきじゃするわけや。だからいっぱい植えて、そうそうそう、匂いをよくして、匂いが上にガーッと上がって、そうそうそう、飛んでる蝶々が、うん、歓迎してもらうと、なんかいい匂いするぞと、ビューって。そう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 。1日1000匹ぐらい。結構具体的な目標だ。もう他のね、あの地域の方もこの藤若松作ってますけど、はいはい、いびきが一番です。一番の始まりです。これは絶対にこのクモの巣が引っかかるパターン。
どこにあるんだ。あ、すごいすごい。お、怖い。蜂がいる。蜘蛛の引っかかったよ。また蜘蛛の引っかかったよ、ここに来て。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。すごいメニューですよね。いつもこんないの。あ、いつもこんな、はい、で悩むんですよね。何か食べようかなと思って。何が石材から持った感じのこのね、もうすでに弾力伝わってきますもんね。ではいただきます。うまいっすね。硬いやろ。この食感、コリッコリッコリッっていうのは、あの普通のタイよりもまだ硬い。あー、これはうまい。サザエとかウニとかグヨルギン潜っていって取る。素潜り。はい。え、カボチャや取れんけど、大体はカボチャ素潜り大変ですけどね。みんな魚はみんな取ってくる。大体はな。ご自身で。はい。うちで使うやつはタコとかな。こっちだったらイオツキいるんやけどな。カタクジワシの天ぷら。まさにいりこ。はい。生のやつでなかったらな、今の時期じゃけん。まあシーズンですよね。はい。あ、じゃあいただきます。うんうん、おいしい。な、何飲んでるんですか。はい。ちょっちゅおいしいですか。うまい。食べると味が出ますね。鮮度がな、うん、違うけん。で、身がふわっとしてるんですね。この煮付けは石鯛。あ、これも石鯛なんですか。はい、石鯛の煮付けってちょっと珍しくないですか。そうやな、一般食堂ではあんまり置いてん魚やんな。皮がもう一番おいしいやん、石鯛は。あ、そうなんですか。はい。これすごいですね。もう全然あの刺身と違う。違う。この身のふわふわっていうのと皮のこれプリンプリン。うまみしかない。油用のとるやろ。石だよな。うん、今が旬じゃき。こういう美味しい食材が目の前の海に実はいっぱいいるんだよっていうのを島に来たらわかりますよね。ここらが一番いいんちゃうな、あの産卵に来るけん。ああ。魚やったら潮の流れのないとこで産卵するからな。いりこでもな。うん、潮のバーッと勢いとかで産卵したら全部卵流されるやん。受精する前に塩流らされるけんな。一番いいわけですか。うん、魚大好きですか。あ、魚大好きですか。魚はもうちょこだから食いよるけん、肉のがええかな。